ケンガンアシュラは、サンドロビッチヤバゴ、ダロメオンによる日本の漫画。続編である、ケンガンオメガについても、本校で記述する。2012年4月18日から、ウラサンデーで連載。2014年12月より、小学館のコミックアプリ、マンガワンでも連載開始。第一部が2012年4月18日から2015年6月25日まで。 第2部が2015年10月15日から2018年8月9日まで連載され、2019年1月17日から、新章、ケンガンオメガが連載中。概伝として、闘技者たちの過去を描いた、ケンガンアシュラレーが第2部の前に、約2ヶ月間短期連載され、2016年1月に、通常版単行本とドラマ CD 付き特別版、単行本が、 同時発売されている。2019年1月時点で累計発行部数は150万部を突破している。原作者のサンドロビッチ・ヤバゴがウェブ連載していた漫画、弓道の拳第一部の7から8年以上後という設定で同じく連載中のダンベル何キロ持てるとも世界観を共有しており、一部の企業や人物が登場する。サンドロビッチ・ヤバゴは フルコンタクト空手経験者で、現在もブラジリアン柔術や総合格闘技をたしなみ、本作担当編集者の小林翔も、フルコンタクト空手と組合格当実経験者で全日本選手権、無差別級3位入賞のほか、自衛隊やキックボクシング道場に在籍していたという、経歴の持ち主であることから、本作のバトルシーンは、 実際にヤバゴと小林が組手を行い検証した上で描写されている。実際に組手を行う手法は後述のアニメ版でも踏襲され、小林もモーションアクターとしてアニメ制作に携わる。2014年8月にはストリートファイターとのコラボレーション漫画が週刊少年サンデー本誌36.37合併号と38号において全後編で掲載され、 それぞれ単行本9.10巻に収録された。2017年12月7日にアニメ化が発表され、2019年7月31日、ネットフリックスにて全世界独占配信中。この他、スマホゲームとして、剣願ンンアルティメットバトルが2019年6月12日より配信されている。企業、商人たちが巨額の利益をかけ、雇った闘技者によって、 すでによる格闘試合を行い、勝った方がすべてを得るという、拳願い試合。商人たちの争いを収める手段として、江戸中期に発祥したと言われるそれは、現代にまで継承されている。そして今、己の最強を証明せんとする、謎の闘技者、重鬼者大場が、拳願い試合の舞台に足を踏み入れようとしていた。そのうちに野望を秘めたる、乃木グループ会長、 乃木秀樹と大場が出会ったとき、拳願い試合に大きな渦が巻き起こる。拳願い絶命トーナメントの終了から2年が過ぎた。拳願い試合の存在を知った青年、鳴島光我ひは、ノーガードの殺し合いを生き抜く本物の強さを求めて山下正治を訪れる。また、時を同じくして前、拳願い会長、片原滅道の前に、大場と生き打ちしの青年。 クセオリュが現れ、闘技者になる手段として、山下商事を紹介された。一方、新会長となった野は拳願い会の求心力低下を危惧し、最近裏格闘技会の最大勢力となった、煉獄との吸収合併を試み、相手側の出資者であるトヨタ出光とどちらが団体を吸収するかをかけて、半年後に代表選手各13名による対抗戦を行うことが決定し、 一夫たちは、候補者の選定に奔走する。その裏では、虫と呼ばれる謎の集団が暗躍し、拳願い会、煉獄の両陣営へ、魔の手を伸ばそうとしていた。一つしかないものは、基本的にアニメ版の声優を指す。山下正治圏願い絶命トーナメント参加権を獲得するために急遽設立された企業。そのため、業種も社名物議が適当に決めたものとなっている。 創業から短期間で拳願い会の中枢に食い込んだことから他の拳願い会員や各国の首脳部に注目されているが所属している当人たちにその自覚はない企業を序列ランク外トーナメント終了後は正式に株式会社山下商事として起業企業から2年後も社員は3名で表向きは単なる人材派遣会社だが実情は 闘議者を死なせた企業を罰する新ルールに対応するための闘議者の紹介窓口として設立された単発短期契約が可能な闘議者を派遣する部門。拳願い会の一期間であるため会員権を保有していない。登録中のフリー闘議者は500名余り。予算は拳願い会から出ており、契約金は全額闘議者へ渡る仕組みで試合に勝利しても、 成功報酬を受け取ることはなく、不正をするメリットがないので特定の企業を、非行きすることもない。さらにルール改正に適業が、新しい闘技者を雇用したい場合は、山下商事に登録している、フリー闘技者から必ず雇わなければならなくなっている。野木グループ経営2年創業、野木商事を中心とした企業グループ、運送業、出版業などを展開する。 拳願い会最古産企業の一つ。拳願い会で2番目に古い、四竜という派閥の一社でもある。主人公たちの属する企業であり、物語の中心を担う。企業序列第6位。拳願い試合通算成績1857百453敗 SH 冷凍の木グループが最近買収した、食品を扱うロジスティックの会社。 前社長が在庫を放置して夜逃げしたため、正社員は3名。社員が全員体育会計なので、休憩時間に筋トレをするための器具が置いてある。企業序列ランク外、吉武不動産昭和19年創業。3代目、社長、吉武武義の代で急成長を遂げた、新興企業。国内のみならず、海外不動産事業にも注力する。企業序列。 第22位。拳願い試合通算成績166勝71敗。古山マートガン大賞は25年設立。玩具模型、文具、生活用品などの製造販売を行っている。中でもホビー事業に力を入れており、キーチェーンゲーム、卵野郎は爆発的売り上げを記録し、社会現象となった。企業序列13位。 拳願い試合通算戦績997勝599敗。拳願い絶命トーナメントでの賭けにより、県岸オメガでは岩見中高派閥の参加に属している。郊桜学園グループ明治33年に創立された日本初の女子大学。所在地は首勝市。各界の霊場たちが集まる。 名門校として知られており、運営は創設者である総流院一族が代々取り行っている。総流院下は平安貴族をルーツに持つ日本の長名門一族で、学校は所有する土地のごくごく一部でしかないが、その敷地は広大で、熊が出る大森林地帯に隣接している。京都の菊王女学園とは姉妹校。校則に私の闘争を許さずがあり、破ると、 むちちの刑を執行される。企業序列第16位。拳願い試合通算成績577勝189敗。球道の拳の主人公、池内メンタ太郎のかつての職場でもあり、スピンオフで、お津と池内が並んだ写真が登場している。また、後頭部には、ダンベル何キロ持てるの主人公たちが通っている。大日本銀行明治15年設立。 日本国の中央銀行、企業序列第一位。厳密には企業ではないが、設立には拳願い会が関与しており、日本政府とのパイプ役になっている。護衛者滅動の紙幣、滅動の牙という、ホッコに対する盾に当たる存在。相当な人数が存在し、一人数とが波の闘技者を寄せ付けない実力を誇る。ほとんどが、 身寄りもなく幼少期から訓練を受けた者たちだが、吉岡のように一部の者は外部から招聘されている。護衛者になりたての者は集団で基礎訓練を行い、その過程を終えると明々に自由な鍛錬を行うようになるが、スカウト組はその限りではない。その進化は一し乱れぬ、統率力にあり、ある程度の実力者集団が相手でもそれが、うごの衆であれば、 多少の人数差をものともせず鎮圧できる。服装は黒スーツで統一され、本来の業務である滅道の護衛のほか、拳願い絶命トーナメントの運営も行う。ちなみに、サンバガラスイカの護衛者が名字でしか呼ばれないのは、本名ではなく、コードネームだからで、滅道のスパイ映画みたいで、かっこいいからという鶴の一声によるもの。また、ネーミングは一部の例外を除いて、 鳥取県の地名から取られている。殲滅部隊護衛者とはまた異なる。独自の集団で、通称、護衛者別動隊。護衛者の中から、えりすぐりの猛者を選別した特攻部隊である。それぞれの隊員が、護衛者の隊長クラスを上回る実力を有する。各々得意な戦法は違う。SB と入った腕章をしており、黒スーツで統一されている。 東電のクーデターでは、屋外で戦う雷案を援護した。天童隊元、ビアや新聞当議者の二階堂連が率いる、護衛者の特殊部隊。獣を通信特定の派閥には属していないが、正解に強いパイプを持ち強大な権力を有する。企業序列第12位。ベルシー石油アンダーマウント社平成18年設立。革新的なサービスをやつぎばに発展させ、 企業からわずか10年で急成長を遂げた IT 企業。検索エンジンや SNS といったインターネット関連事業を主軸とし、SNS のアクティブユーザーは全世界で16億人超。また、自然科学、とりわけ神経科学の研究に注力している。建造が人間と機械を直結する、電脳という理想の新、IT 社会を実現するために立ち上げた会社。 拳願い会加入からも5年しか経っていないが、すでに企業序列上位に食い込む実力派企業でもある。その功績は社長である大田正彦の手腕と言われているが、社内では替え玉説が囁かれている。電脳化研究には虫からの資金提供で進められていたが、必要なデータが集まったためか絶命トーナメントの頃に一方的に契約を打ち切られている。企業序列。 第28位、拳願い試合通算戦績68勝5敗、ゴールドプレジャーグループ近年、成長を遂げたナイトレジャー界最大手企業、創立時期不明、リノの代で急成長を遂げ、今やその企業規模は拳願い界でも上位に食い込みつつある。グループ名は、江戸時代の吉原の遊郭、快楽郎に由来する、通称、不夜城からの資格、企業序列、 第25位。拳願い試合通算成績36勝7敗。岩見重工昭和25年設立。日本最大の機械メーカー。船舶、海洋事業、原動機事業などのほか、兵器開発に注力しており、兵器のデパートと呼ばれる世界でも、有数の軍需企業である。社訓は、死は、金なり、企業序列代がない。通称、極東の死神軍団。 拳願い試合通算戦績111勝61敗。絶命トーナメント中に行った賭けにより、元代を参加に収めており、2年後の県がオメガでは拳願会での影響力を強めている。D 国や書店日本書店業界の頂点に立つ企業、バーなどにも出資している。企業序列第19位。西本寺警備保障昭和37年設立。 国内最大級の民間警備会社。子会社には、損害保険会社、防災設備、メーカー、データセンター事業などを有する。社長に見出された、西本寺7県と呼ばれる優秀な7名の闘技者を要している。企業序列第26位。通算戦績288勝62敗。かつては、東洋電力派閥の参加であったが、 ケンガンオメガでは、乃木グループ派閥についている。ボスバーガー賞は47年創業。日本発祥のハンバーガーチェーン。日本人の好みに合わせたハンバーガーを開発、販売している。ハンバーガーフランチャイズの国内シェア率、第2位。ハンバーガーの本場、アメリカにも進出している。企業序列第15位。拳願い試合通算成績52勝31敗。 若狭生命明治二十二年創業の生命保険会社。企業形態は、相互会社。保有契約工業会収委であり、機関投資家としての規模は小拳根外界でも最大級。企業序列第十一位。通算戦績1 3 6六章9 0九杯。ネンテンドゲーム会社。小拳根外界最古の派閥、三欠の一社。企業序列第十位。セントリー。 三欠の医者。企業序列、第20位。ペナソニック賞は10年設立。日本最大の電気メーカー。運営は代々、創業者の家電一族が務めている。子会社には、住宅総合メーカー、民間シンクタンクなどがある。企業序列第9位。31人もの闘技者を抱えながらも、特定のものを返帳せず、最適な駒を相手にぶつける方針を取っている。 拳ネガイ試合通算成績554勝402敗。古見製薬店名元年創業。国内第2位の売上高を誇る日本語大医薬品メーカーの一つにして、四流の一社でもある拳ネガイ会の古豪。高血圧治療薬を主力商品とし、近年はその他の医薬品の創薬、開発にも注力している。企業序列第5位。 拳願い試合通算戦績812勝280敗。ユナイテッドクロージング企業上列。第21位。アッパレルメーカー。マーダーミュージック平成14年設立。メジャーとは一線を隠したバンドのリリースを続けている。企業序列第87位。拳願い試合通算戦績96勝27敗。東洋電力圏願い開催大派閥。 百人委人会の頂点に立つ企業。企業序列第2位。守護社会一証券企業序列第24位。過酷縁仙台から重造に会社が引き継がれた時に、社名を現在のものへと変更している。企業序列第14位。夜明けの村大正7年階孫。拳願い会唯一の財団法人。大規模農場、鎧塚農場を運営していた。 大地主、鎧塚寂厚が理想郷を目指し、所有するすべての土地を寄贈し、起こした共同体。所在地は九州。拳願い会には農場時代から引き続き所属。所有地は200キロ平方メートル町で、そこに400名弱が暮らしている。拳願い試合通算戦績28、282勝103敗。企業序列、第27位。 アジロ水産企業序列第382位。栃木ディスティニーランド日本初の遊園地で若者が行きたいデートスポットランキング上位の常連。日本以外にはフロリダ、カリフォルニア、香港、上海、パリにも支部があり、日本の企業であることは意外に知られていない。略称は TDL。最近では制服で楽しむ制服ディスティニーが人気らしい。 企業序列第8位。モーターヘッドモータースショーは23年創業の世界的機械工業メーカー。二輪車の売上は世界第一位。四輪車の売上も世界第7位。モータースポーツにも注力している。株式会社ホークウィンドという会社が前身。企業序列第23位。ビアク新聞、四流の一社。明治12年創立。 日本最大の新聞社。新聞の発行のほか、出版、スポーツ大会の開催、芸術作品の展示や講演なども行っている。日本は、愚か世界各国の主要都市に支部を展開しており、堅固なネットワークを持つ。拳願い試合通算戦績、1422勝691敗。企業序列第3位。帝都大学前身は店内四年設立。 明治10年に日本初の国立大学として設置される。世界大学ランキングでは、不動のアジア1位。あらゆる分野の最前線で卒業生が活躍している日本の名門校である。拳願い試合通算戦績1827勝842敗。企業序列第18位。矢頭貿易昭和22年設立。社名に貿易とあるが、 いわゆる総合勝者である。社長の飯田正自ら前線に立ち、世界中を飛び回っている。太陽国の有力者、ダルマー13世の飛後のもと、東南アジアを中心に勢力を拡大している。四流の一社、拳願い試合通算戦績、253三104敗。企業序列第17位。無事テレビ1957年設立。 テレビジョンの特定地上機関放送事業者。各地域の系列30局とのネットワークを持っている。総合格闘技団体、アルティメットファイトのスポンサーであり、大会の地上波放送を行っている。拳願い試合通算戦績748勝103敗。企業序列第4位。ニュージェネレーションズ券願い絶命トーナメント後の2年間で、 デビューした闘技者グループの通称で、山下昌司がデータ管理しているフリーの闘技者たち。その他闘技者レフェリー権願い試合には、基本的に反則が存在しないため、審判が果たす役割は少なく、主な仕事は試合開始と終了の合図を出すこと。闘技者採用部門の木の拳願い会会長就任に伴い導入された採用試験の立ち合いを見届ける部門。 不採用になった闘技者候補と揉めることも多いため、腕の立つ人間を集めている。その他拳願い会員対抗戦、出場メンバー A 級投資、BC 級投資スタッフ、クレイチ属総家生成派裏格闘技、団体評格闘技団体突起のない限り原作者は、サンドロビッチアバゴ、作画担当はダロメオン、発行元は、小学館。 2019年7月31日より、ネットフリックスにて配信開始。2020年1月からは、東京 MX 毎日放送、テレビ愛知、TVQ 九州放送、BS 日テレにてテレビ放送が行われる。ナレーションは、立木文彦。監督を務める騎士星人枠、かっこいい、リアルな格闘技をやるという目的から、 3DCG アニメーションで制作される。バトルシーンは厳密にはモーションキャプチャではないが、秀美ミをはじめとした幅広いジャンルの格闘家や格闘技経験者をモーションアクターとして招き作中の組手を再現、その様子を撮影した映像をもとにしてキャラクターの動きを作るという手法が取られている。再現映像は制作会社、ラークスエンターテインメントの親会社である、 スタジオひばり内にマットを敷いた上で撮影され、騎士のほか、原作担当編集の小林章も、モーションアクターとして、組手を行っている。なお、小林は重鬼ジャオーバーのメインモーションアクターも務める。主題歌当議者、テーマ曲剣眼オメガに関するカテゴリー、ありがとうございます。